はい、現在地が札幌市白石区、東米里です。ここからちょうど江別市ですね。江別市の大浅に入ったところになります。米里通りですね。で、今日はですね、江別のインター線の方ですね、どのぐらい工事が進んでるか見ていきたいと思います。都市計画道路なんですけどね、長らく工事されずにね、ずっとそのままになってたところが、まあ最近になってようやく工事のね、進み具合がだんだんと大きくなってきたかなっていう感じのところなんですけども。ちょうどジョイフル AK のですね、手前のところですね、それを左折していきます。これ左曲がります。もともとはこの道路はね、直進して江別の4番通りになってたんですけど、今この道路のここの形状がちょっと変わりまして、4番通りに行く場合はここを右折していく感じになります。で、この先がですね、今作られている江別インター線になります。とりあえずはね、通ることはできるんですけど、まだ完全にはね、できてないんですよね。で、これができると、同自動車道の江別西インターまでのアクセスが良くなるというね、形になります。あたりは地盤があまり良くないところで、地盤改良の工事にですね、結構な年数が多分かかっていると思います。狭い通りはですね、もともとあった通りなんですよね。一応インターのところまでは道はあったんですけど、まあ狭い通りでね、路面状況も非常に悪い道路だったんで、このインター線ができるとですね、結構便利になるんじゃないでしょうか。まあこれ右側のところはね、今作ってる道路があるんですけども、まあこの感じなんで、もう1、2年ぐらいすればね、多分できるようなね、感じだと思うんですけどね。で、この高架橋のところはですね、同自動車道ですね。で、ここの右側に江別西インターがあります。ここから先はもともともう前からですね、ある通りですね。まあ、これに要はつながるというね、形の道路になります。まあ、ようやく完成が見えてきてるのかなっていうね、感じのところになると思います。